決意。はい、どうもゴリラスタジオです。前回のお話はこのネイさんがね、最後銃に銃向けて立ちはだかったんですけど、自殺しちゃいました。はい、ネイさん でネイさんはまあ死んじゃったんですけど、幽霊になって家族とまあ再会できてよかったです。でライアンが自分を犠牲にしてジョディを守ろうとしてくれました。キスしました。でね、このエイデンの方、エイデン顔見えんかった。でエイデンがね、こうやって消えちゃったんですよね。ふわーって粉になって光の。でこれ死ぬか生きるかを選ぶ選択、もちろんバーン僕は生きるを選びました。でまあジョディは生きることを選んで無事にこの世界に戻ってきて、こうやって抱き合いました。スタート。あ、なんかキャンプ場みたいな感じ、コテージ、なんか浮いてんで、ん、これライアンとここで二人暮らししてんの。ブラックサンが崩壊して以来、私の記憶も崩れかけている。え、なんで。向こうで時を過ごしすぎたせい、どんどん記憶が蝕まれて。大丈夫？残されたものを消し去る。綺麗な。さまざまな記憶が絡み合い、混乱してんのか。ゆっくりと自然崩壊し、夢のように儚く色褪せていく。時間の感覚が薄れていく。ジョージ大丈夫？もう何がいつ起こったのかすら覚えていない。すべてがいっぺんに頭の中で再生される。ジョージこんな声やったっけ？まるで同じ映画を何度も何度も繰り返し見るみたいに。ナレーションやから変に感じるか。無秩序な混沌とした映像。もうずっと寝ずに描き続けている。大丈夫？自分の人生を描き留めるために。あ、本にしてんのかな自分の人生。もし忘れたとしても、このページが記憶になる。かっこいい。事件発生から3ヶ月の今もなお調査は続いています。ペンタゴンの軍事基地内で発生し、283名もの命が奪われた事件の原因究明を進めています。え、コール生きてんのかな。死んじゃった。これに対し政府代表は、事件解明のため捜査当局の協力を仰ぎ調査を進めていることを明らかにしました。 CIA はまだ干渉してこない。新しいコンデンサーを作るのに忙しくて、それどころじゃないらしい。まだ作ってんのあいつら、懲りひんな。彼らが実験を放棄することなどありえない。向こう側のことを知った今となっては。ああ正直どうでもいい。今は自分の人生を立て直さなきゃ。それな、もうめちゃくちゃにされてるもんな。エイデンなしの人生。もう能力使えへんのか。じゃあ思い出せる限り、いつも彼なしの生活を夢見ていた。もう彼は以前のように私の横にはいない。いやー、どこ座ってんのそれ。食器とか置いてるやん。望んだ通りに。辛いなー。悲しい気持ちで満たされている。てってもう親友みたいな感じやろ。兄弟か。まるで兄弟やけど親友みたいな感じ。体の一部をなくしたみたいに。ジョディ綺麗な、可愛いな。一日中泣いてる。ジョディ可愛いな。でもジョディ、ライアンがいるやん。エイデンに会いたい。エイデンに。コンデンサー、あ、これコールじゃない。コンデンサー突入すんのかな。コールや。生きてた。よかった。すんなり出てきたぞ。あっさりか。あっさり出てきた。そう。誰？ジョディからの手紙？コール痩せた、ちょっと。あ、ん？これジョディが昔描いた絵じゃない？何？この意味深な。何ヶ月も。なんであれが届いたん？無の時が過ぎ去っていった。エイデンが書いたってことかな？エイデンがどっか生きてて。生きててっていうか。今がその時だと。また始めよう。新しい人生を。ん？何これ何これ何これ。え、どういうこと？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 ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。
ジェイって誰？ジェイ、あ、ジェイって、ジェイって誰だっけ？部族か。ちょっと待って。いや、これもうライアン一択やろ。でもゾーイにも会いたいな。え、ライアン遅かな。え、これどういうこと？誰かと人生歩むってことやんな。いや、究極の選択。でもライアンにしまーす。ゾーイ気になるけど、ジェイはちょっとなしやな。あんま思い出ないし。ゾーイはちょっと子供みたいけどな。まあでもライアンがあの右ストレートで俺は惚れました。ライアン！分かってた。心の奥底でいつも分かっていた。ライアンです。ただ周りに静寂が欲しかっただけ。自分の気持ちを知るために。ん？どうなんのこれ。ジョディ一人で暮らしてたんや、あそこで。どんなにライアンを愛しているのかやっと気づいた。一人で悲しい思いをし続けて、いや、もうハッピーエンド？ハッピーエンド系これ。あ、ライアン。やっぱかっこいいな、ライアン。チュチュキスキスキス、ふー、チュチュタイ、キスキス。いや、しびれるね。え、終わっちゃうこれ。うせやん。もうちょっとだけやらして。前回区切ったとこ悪すぎたやん。じゃあ何も操作してないねんけど俺今回。何？実況だけ？あ、私たちは遠くへと旅立った。ちょっと待って。何これ、プレイ動画じゃないねんけど。もはや私は誰かを愛し、そして信頼する気持ちを知って、今回プレイしてない。まっすぐに楽しそうやな。え、めっちゃエンジョイしとるやんこいつら。 こいつらって言ってた。いや、いいね、いいね。生きることなんかシュールやな。こんなスピード出る？ヨットって。私たちはあのことを口にしない。ヨットなんかな、これ。何事もなかったかのように。なんか気まずそう。あの、ジョディ楽しめてる？しないかのように。ジョディがなんかまだ楽しくなさそうな顔してる。思い詰めてんな。二度と耳にすることはないかのように。これ終わり？無人島みたいなとこ来た。こんな勝手に無人島みたいなとこって入っていいんかな。え、チュッチュしてるよ。ジョディが、え、エロ、エロス、エロス。ジョディなんかな、顔が引きつってんねんな。ほら震えてる、ちょっと。何してんのこれ。これ何の遊び。二人ともアウトドアすぎ。あ、もっと CIA やからな、何でもできるんやろ。たくましいなこの二人は。なんか来た。ヤシの実？え？ライアンじゃないぞ今の。後ろを見とった完全に。え？ライアンか？エイデン師匠。これエイデン師匠。はっ！スティール。スティールって何やったっけ？まだまだ。僕はここにいるよ。エイデン！え、出てくんの遅くね？あ、いた！あ、笑顔になった。いいん？これでも。幽霊やろ？成仏させてあげて。これってハッピーエンドなんですかね？てか終わっちゃうの？終わっちまう？これ。これ終わるな。今日は何もしませんでした。僕喋ってるだけ。終わっちゃうの？やだよ。お、夜になると現れる。
調査してんの？あのなんかこれ防御やろ。恐ろしい奴らが。え、ジョディやん。これは悪夢だと言い聞かせるけれど、現実だってわかってる。一度開けたパンドラの箱は世界崩壊してるやん。二度と閉じることはない。そう。ああ。悪夢なんかじゃない。もう完全に開いちゃったよ。これから起こること。アホやな、CIA も。もう二度も死んでいる。だから死ぬことなんて怖くない。うう、かっこいい。そっか、2回死んでるもんな、ジュディ。あの金属バットに。え、かっこいい、エンディング。ネイさんが2人目なんや。コール。あ、ああ。もう懐かしいな。あ、子供生まれた時ね。CIA の訓練懐かしい。で、これ警察から逃げた時ね。これは何これ。あ、これ最後か。ブラックサンか。液体出てるやん。こんなシーンなかったぞ俺。ジョディがちょっと反抗期だ。ん、横に立ってる人誰？え？なんか横に立ってる人おってんけど、最後のエンディング誰？あれ？お、最後にエピロード選択、ライアンを選んだ 38%。 あれ？これ残り5個あったってこと？あ、違う、残り4個、合計で5個あったん？なんか俺1個見えんかったね。何やったんやろ。うん、まあライアンが 38% ってことは結構多いってことやな。みんなライアン、やっぱあの右ストレートに惚れたよね。はい、じゃあまあビヨンド2ソウルズはこんな感じで終わっちゃいましたね。いやー、はい、ビヨンド2ソウルズはこんな感じで終わりたいと思います。まあなんとかハッピーエンドにはなりましたね。てかまあジョディのね、本当人生がね壮絶すぎてマジでかわいそう。うん、でもまあすげえ面白かったですねこのゲーム。でこのアンドロイドのゲームこの前やってたんですけど、デトロイトビカムヒューマンっていう。でこのねビヨンド2ソウルズはそれの過去作なんですよね。1個同じ会社が作ってる。で次やるゲームはこれのもう1個過去作、ビヨンド2ソウルズのもう1個過去作でヘビーレインっていうゲームをやりたいと思います。これはなんかね折り紙殺人っていうなんか事件をなんか解決していく話なんかな。なんか俺もあんま調べてないけど、それでは次回をお楽しみに。